12月13日放送分の関谷和夫のクローズアッププロジェクト、関谷さんゲストのご紹介をぜひお願いします。はい、今日はですね、 IB 化粧品ビューティーアドバイザーの川田直子さんにお越しいただいてます。はい、川田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ラジオの方でもね、たくさんお話いただいてるんですけど、まあ、今回はあれですよね、あのビューティーアドバイザーさんということで、この肌の綺麗さが YouTube の方が分かるんじゃないかと私は思いますけれども。ありがとうございます。めっちゃ酔ってるよ。はい、あの川田さんは元プロスノーボーダーさんということで、はい、その頃って真っ黒だったんじゃないですか。はい、その頃はもうお化粧気もなかったですし、はい、日焼け止めも塗らずで。塗らなかったんですか。はい、これはもう女子にとっては信じられないぐらいの。そうなんです。紫外線対策をせずで滑ってましたんで、はい、いつも顔半分下は真っ黒な状態でした。そうですか。はい、それでもちろんその時使ってらっしゃった化粧品もあったと思うんですけれども、はい、このアイビー化粧品さんに出会って、はい、どこが一番びっくりされたんですか。そうですね、私アイビー化粧品に出会ってですね、あのお肌がすごく健康になったっていうことがすごく一番の感動です。はい、健康というとどんな感じに、はい、なるんでしょうか。そうですね、お肌トラブルっていうのも出にくくなりますし、はい、あとはあの赤ちゃんのお肌っていうと一番わかりやすいですかね。うん、はい、あの油症でもなく乾燥肌でもなく、はい、そういう状態に なるっていうことが、はい、とても感動的です。これって自分がなってみないと健康な肌ってなかなか実感できないですよね。そうですね。はい、それをあの体感したことによって、はい、そのいいものを自分の中だけで留めておくのはもうもったいないと思ってしまったっていうことですかね。そうです。はい、関田さん、うんうんとうなってらっしゃいますけれども、うん、なんか今日は男の僕には関係ないかな。はい、そんなことないです。男性の方も綺麗になりますんで。そうでか、はい、でもやっぱり女性が綺麗の方が男性はもちろん嬉しいですよね。と、まあね、うん、いうことで男性のためでもあるということなんですけれども、はい、あの実際にあのどのような形でお客様と向き合って商品をあの販売されてるんですか。はい、IB 化粧品は無店舗で販売をさせていただきまし、はい、いただいてまして、はい、あの対面販売と私たち呼ばせてもらってるんですけども、はい、その方にお会いしまして、その時のお肌の状態だったりとか、うんうん、生活習慣などもあの、はい、聞かせていただきまして、はい、その人にあその人の状態に合わせたものをご提案させてもらってます。はいはい、なるほど。はい、ちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、最近やっぱりこうあの年代ごとにね、年代とか、はい、あの今の時代ごとにお肌のトラブルの悩みって変わってると思うんですけど、はい、今のこの時代だからこその悩みって皆さん持ってらっしゃると思うんですが、はい、どういったものが多いですか。今は一番乾燥と毛穴の開きですね。うん、はい、この原因っていうのはどこにあるんでしょうか。やはりあのエアコンだったりとかの、はい、あの環境がすごく整っていることだと思いますね。はいはい、エアコンが整いすぎていて、はい、まあ、乾燥肌だったりとか、はい、毛穴気にされている方がすごく多いってことですよね。はいはいはい、それに対してあのこのお化粧品を使ったりよって提案してくださるのはもちろんだと思うんですけれども、はい、あの使用方法ってなかなかね、はい、素人の私たちにはわからないんですけども、はいはい、そのあたりもこう一人ずつに合った方法を提案してくださるということですね。はい、はい、そうなんです。やっぱりドラッグストアなので、あの自分が好きなものを買うとやはりどう使っていいかわからない、はい、一応規定量は変えていますけれども、はい、その量が自分に合ってるかどうかっていうのはわからないですので、はいはい、必ずあの私たちっていうのがそういうところまで管理をさせていただいて、その人が綺麗になるための方法っていうのを、はい、一番の近道をいつも伝えさせてもらってます。なるほど。はい、もう本当にお肌のお薬やから、はい、それこそ容量、用法、その全てがちゃんと整ってないと、はい、うまいこと作用してくれないってことですよね。はい、そうですね。はい、あの IB 化粧品に感動しすぎて、はい、ビューティーアドバイザーになられた川田さんですけれども、はいはい、これからどんな人に出会っていきたいと思ってらっしゃいますか。これからですか。そうですね、お肌トラブルがある方、またそうですね、今後綺麗になっていただきたい、はい、綺麗になりたい方だったりとか、はい、あとアイビー化粧品の中で綺麗になるだけじゃなく何か夢を持ちたいっていう方のお手伝いをさせていただきたいなと思ってます。素敵ですね。はい、はい、これからもねますますの活躍をお祈りしております。はい、ラジオの方もぜひお聞きください。 IB 化粧品ビューティーアドバイザーの川田直子さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。